けけけけけけ。なんか威圧感あるわお母さん。違う方法でやったチャミが出てる。いやせめてやでお母さん。多すぎて。そう。あやきこれいけると思う、なんか煮え切れてないと思うねんけどって言って、こんなんでいけるかなとか言って、ちょっとなんか豆がどうのこうのって言って、何袋入れた、あやき2袋ぐらいかなと思うやん。そんだ3袋入れたとか言って、いけつないねんけど、3袋でこんな賄えるわけないよこの暑さで。でもじゃあ分けた方がいいって言って、そうやんな分けた方がいいよな、じゃあ分けるわって言って、ちっこすぎんねんこれ。いい加減にして豆を無駄にしやんといて。あ、餅つきします。何杯入れるん、いっぱいな、全部、あ、全部入れるの、うん、ちょっと水切れてない、うん、てかその距離やったら絶対こぼすやろ、もっと近寄らな、すごいやろ、そばコロコロ言ってるないかい。わしは水分多い、多いで10時間つけたんやったっけ、もうめんどくさいな、これもあるじゃん。10時間10時間いいですね、こぼしとるやないかい。あきを映さなあかんから、カーテンな、すべてカーテンとか一番綺麗。ここが一番綺麗わ、なんかちょっと。ごきげんよう、山口あきです。今日は実家で餅つきをしたいと思います。イエーイ。ということでお母さんと一緒に餅つき頑張っていきたいと思います。えいえい。あー、何使った、これこれどれ、これこれ、うん、で、ん、これやばいんちゃう、何が、重たすぎて素早くいかなかった、早せて、ああしんど。おー伸びる、水つけながらそれ、あやきこれ、うん。何その重力でいってる、なんか安定悪いっすね。あ、お前水やん、あのな、ボウルに水入れて持ってきたら、そんなやってる場合ちゃうね、悪いけど餅がだんだん冷めますね、こんなんしてたら。なんか異常なことしてない、大丈夫ですか。おお、いけた、髪の毛入ってる、ちょっと待って、どこどこ、やばい、誰の髪の毛、アイキ、あんたや、くくってんのに、わしもくくってんね、わしもくくってるわ、あか、耳なく、耳から水出てきた。いや、今、ほら、今から今出てきた、やばい、気色悪、よかったよ、おしょば、おめでとう。それ洗わなあかんね、洗わんでいいやろ、洗わなあかんわ、ちょっとほら、綺麗や、やばい、洗わんでええわ、ええ、もう今洗ったけど。これ大きすぎる、こんな感じ、大きすぎる、大きすぎると思う、ちょっとこれやって、もうそれ置いといて、やるわ、わし、こんな感じね、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗やん、うまいな。それじゃあ、アイテムチャレンジ、めっちゃゴンバクって言ってるけど、まあいいっしょ、チュン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 、こうやってまず粉を手につけます。そしてちょっとカピカピになってきてるので、でもあんまりつけたらカビになるからつけません、すいません、ちょっと足膝立ててすいません、こうやってんで、こういう感じでこうやっていく、であっちにあっちに下をこうやって、ちょっとでかいか、はい、でもあれはあの鏡のでしたらいいな、鏡の中にこうこうやってもいいか、ちょっと面積して、 OK、こう高校で培ったパン職人のやり方でやっていきたいと思います。そうですね、そうですね、もう餅はパンみたいなもんですからね。どうですか、はい、これがいわゆる天才ということですね。こうですね、こうしてこういって、こうこう、
ちょうどいいもんな。見て見て、もっと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 、全然少ない。ほんまにスズメの涙それ、ほんま。びっくりした。なんかでも大成功やん。いくで。はい。うわ、入れすぎやろそれ。ちょっと見えへんわ、暗くて。もうちょい。線見えない。見える見える。もっと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 。ストップ。見せて。もうちょっと入れようか。ちょっとだけ。オッケー。そのへん。こんな器用な娘もらってよかったな。娘もらったじゃなくて。娘でできてよかったね。よっしょ。無視。あ、あかんわ、ここ行ったかん。いいよ、いいよ、行っていいよ。いいよ、こせ。あの、あんまり耳元でかい声とか覚えてくれませんか。何してるん、何してるん。あ、取りたいんか。あ、おっとっとっと。あー、もうやったやった、前もこれ失敗したいんや。マジでうまいねんけど。お前トスやってるからな、職人やわな。アイキとしたことが味見してないわ。蓋どこやった。どこやか。そう、ちょっと向き変えられへんかな。どういうこと。そこでちょっとアンコとかあるから。あー固まっちゃうってか。え、どうや、固まっちゃうってか。大量生産です。まあよし、でかいやつはこっちや。やっぱり砂糖足らん。そう、買いに行かなあかん。ガー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 ン。はい、ということでちょっと丸めていきたいと思います。バイバイ。暇じゃない。嘘。わかった。暇です。これアイが全部やった丸々。めっちゃ綺麗です。もう職人です。時代は回る、喜び悲しみ繰り返し、ね、しゃぶしゃぶないかい。うん、じゃが泳いでる。これこのままバーンっていかなあかんな。だからもうそこでな、そうピン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 言った瞬間からの勝負でピンピンシュッみたいな。でいこう次は。いけ今のうちや。今ちょっと見えこっち。今これも取っとる。汗でいいねいいね。今日はそんな ちょっと待って、ちょっとこれ熱いわ。全然分かんないかい。手だけ動いてあっけだけ焦ってるだけやろあんた。ちょっとこれ持ってみ、下手くそすぎる。山ちゃんみたいになってるわ。慌てたあかんな、ロス考えたら。これテレビ撮るのはずやねんけどな。ちょっと水こんなもんか。お、多いか。油塗ってたらいいんじゃん。わかんない。ほんと手の方がいいんじゃん。あ、こんな熱すぎるわ。熱いか。ちょっとやってみようか、相手で。で、濡らして。うん。なんかその方が良さそう。こいつやばい、つ分解してるわ。いけ、あ、違うかった。これは持って一生懸命だった。このチャボうまおいしい。これな、こうやん、こうやってやったらいいね。ほら、わかった。なんとなく効率がちょっとそれ洗うんで、ほら、うん、こうやって取んねん。はいはい、どこに水入れよ。そこ、ほんと次行かなかい。こうなんで余裕は、うん、入れて。で、これ、はい、取れた。水足りません。足らんだいぶ足らん。だいぶ足らん。はい、こんなで入れてる。はい、怪しいもん。お母さん、丸めたい。やりやっていいの。まあ、次嫌なの。もうな、カメラ粉だらけ。粉だらけですわ。
でマイコって助かった？助かるよ。でもこれそれで見て、明日やばいわ。おせちの。エビもち1個でいいわ。あ、エビもち好きやのに。ほんま。エビもちないと困っちゃう。あんもち派ね。ほんなエビもちをほぼあげも。ほぼ持って帰るわ。エビもちめっちゃ好きやから。あ、やっぱそうね。あんこが命やもんな。うん、甘くないんちゃう。甘いって、それはもうちょっと甘い方がいいんちゃう。へえ、まず控えめが美味しいの。でもまあ、ね、お餅ねえで、うん、まあ、好きにしたらいいと思うよ。前もめっちゃ甘くったけど美味しかったし。そうだろ。あいきは甘さ控えめの方が好きやけどな。今おもろいところを取れてなかったわ。あんこ吸い付いたとこ。あー危な、餅が鼻が入っちゃった。うん、うまいよ。うん、うん、な、やっぱ時間ない。これちょっとの時間でもな、すぐな固まるから。楽しかったな、うん、あ、やばい、誰やこれ。普通の白餅にあんこついてたらなえるからな。な、うん、あ、めっちゃめちゃいい感じやな。うん、だから最初のいつもなんないよな、あのつぶつぶ。最初いつもつぶつぶなるやん、うん、見て、めっちゃ綺麗な水分少ないやんな最初だけ。うん、めっちゃライン来てるやん。こうやって丸め出した瞬間に、そうだよ。気持ちいいやな。で、すぐやめんのかい。なんか威圧感あるわ、お母さん。今年一年振り返ってみてどうですか。別に何とも言いませんな。なんでなんとなく一年振り返るもんじゃない、うん、お正月の前って知らんけど。知らんけど暗いわ。あ、毛入ってないな。毛じゃないな。毛入ってないや。毛ちゃんと見てん。あの毛入ったらビビるやろ。うん、まあったり当たり。あきの小さい時のこと聞こうかな。何を。あきの小さい時が どんな性格してましたか。どんな性格。うん、じゃあどんな子でしたか。どんな子。難しいこと聞くな。宝石生まれてきたと思った。いや、いやとか言うな。あれ、あんまり喋らず。そう、うん、あんまり喋らず、なんか無言でなんかこんな一生懸命やってたっていう状況やな。あ、結構地味な作業好きやからこういうの。で、じいちゃんの膝元に行って。小さい時でいつ頃の時。まあ、小さい時よ。子供の時。何歳ぐらいの時。じゃあまず3歳ぐらいの時。3歳はもうじいちゃんの膝の上なら、幼稚園。幼稚園は、幼稚園もじいちゃんの膝の上。ずっといい、じいちゃんの膝の上で過ごしてるやん。え、ほんなら小学1年生。小学校1年生もうじいちゃん。じいちゃん子やん、めっちゃ。小学生高学年。小学生の高学年は友達と一緒にお菓子食べてる。あ、お菓子食べてたな、うん、それ。高学年はあれ、ミニバスやってたろ。うん、バスケだ。うん。あ、もうでも、外で行って遊んでる方が多かったんちゃう。うん、ずっと外で遊んでたわ。うわ、まあ、雨なかった。紫とグレーのなんかジャンパーあったやん。あったあった。あれ来て遊んでたの、覚えてるわ。でもあれめっちゃ寒かったんで。そう。言うて、足もうな、感覚ないながら遊んでたわ。楽しかったな、でも。放課後遊ぶのが一番楽しかったもん。あれ、それはあれで、幼稚園から小学校に上がる時の感じやで。うん、それで。とにかく遊んでたな、外。家おらへんかったんちゃうかな。いやな、結構遊んでたよな、駅、うん。やっぱ外っ子やったやんな。うん、家でずっとな、あれ見ててん。マスク。ハシュレックやろ。え、ハシュレック、シュレック。そうそうそう、シュレックやろ。ハシュレック、シュレックも間違ってるし、ハシュレックっていうのも間違ってるし、全部間違ってるし。この餅めちゃくちゃええ餅やわ。いっぱい高い高いって言うわ。あ、そうなんや。うん、もち米高いんや。うん。何が違うんやろな、安いのと高いのと。なんかな、米が違うのな。うん。うわ、暴れるな、お母さん。じゃ、これ、切っていかないで。あ、そう。で、切ったら冷めるやん。いや、でも、
はめたらな、すぐカチカチなんの。こんだけ綺麗ビジュアルで作れてるアイキに良いもの持つ。当たる。お母さん若い時スケバンやった。いいよ。お母さんこれふっつけすぎ。ふっつけすぎじゃん。くっつけすぎ。くっつけすぎ。これ知らんね。知らんででし。何が知らんの。アホやわ。ほんま初心者。熱い熱い熱い。食べ物で遊ぶな。これふっついてるわ。かわいそう。今までこんな綺麗に丸めて。こうやってアイギみたいに賢くせな。 IQ が違うから。アホアホアホ。もう固まってる。アホ。それだけは嫌やったから全部話してやってたのに。それあれどけてみ。どこ。ふっついてるやつ。ふっついてる。くっついてるやろ。はいはい、くっついてる。あれ何。そっちはそっちは。ほいあれほいほいほい。ほんまほんま。もうだからな。失礼しました。もうあの柔らかい時につけたらあかんねん。固まったもんええねん。この瞬間にとめ。ちゃんと間、うん、落ち着くなよ。は落ち着くんじゃない。あ、あかん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 。ちょっといけ。おお。いけ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 。へんちゃんこれ。綺麗綺麗。熱くもな。しんどい。これめっちゃ綺麗し。あきの発明どうですか。天才。天才天才。めっちゃ楽そう。めっちゃおもろかった。チャンネル登録よろしく。え、もうあきあんこ入れたで。それやね。あきもう。あ、ひらがしひらがし。どんだけ入れたあんこ。え、そんなに多く入れてない。多いこれ。少ない。ちょっともうちょっとだけ。もうちょっとだけね。それですね。これで、こうやって伸びるからさ、こうやってほら。うん、柔らかめなしだからな。嘘。ほら、いや、あんこよりか、大変ちゃう。でっかいのな。ちょっとあ、冷たい冷たい。でもやっぱり水分あるから、あのカピカピなの早いわ。あ、そう、うん、あ、やばい。できた。あ、かわいい、やばい。下手くそ。いや、下手くそや、ほんまや。やばいやばいやばい。かわいそう。下手くそ。こっちや、どこめ、どこ映したね、ここや。こんな感じや。それはやばい。え、やっぱアキってうまいんやな。じゃあじゃあ、あんこ入れすぎて。アキやっぱりほんまにうまいんや。そりゃそうやわ。この柔らかい方に入れてる。硬い方に入れてる。それは教えへん。そうそう。なんかあの、どっちも関係ない。今日はもう全部こんなつけてるから。でも柔らかい方に入れた方がいいんちゃう。知らんけど。こう伸ばしてる、こうやって。成功作。じゃじゃじゃーん。あんこたっぷり入れてもな、お餅をな、なんか引っ張りながら入れやったらな、うまっ。当たり前やっけ。もう乗ってきてるやん。ちょっとゴールが近づいてきたらちょっとテンション上がってくるやろ。やる気出てくるやろ。いや、もうなんかやる気ないねんけど。うせよ、引っ張んねん。わかる？こうやって。わかるよ。ほんまにわかってんの。あ、ちょっと伸ばしすぎた。調子乗った。あんこ入れすぎ事件。うん、あんこ入れすぎ、そうね。ちょっと失敗作。これ何？何つけるの？あんこ。これあんこ？あんこのカス。うん。イエーイ。いただきます。量も多分美味しい。ごめん。なんで食うな。流しとるかな、全国放送で。塩を持ってやったらちゃうみがってあーしんどこっちがしんどいわ。わーかすな。あんこちょっと少ないな。そうそう、だからいっぱい食べればいいわ。こんくらいがいいわ。あんこあとのせね。あ、あんこうまい。うまっ。うん。じゃんじゃがじゃん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 じゃがじゃん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 。それがどうしたドラえもんだ。俺ドラえもん。え、僕ドラえもん。
マジで業者。